やっほー、りんかでーす。今、放送されて、みんな、びっくりだと思うんですけど、りんかちゃん、今日好きになりました、カンヌン編で、花道くんと、成立しました。しかもさ、りんかさ、めっちゃガツガツ言ってたじゃん。でさ、なんかさ、マジさ、あんなガツガツ言ってよかったと思ったの。なんか、旅で後悔したこととかめっちゃないので、ね、全然。だから、なんか、リンカもびっくり、成立できたことに対してびっくりだし、なんか、もうびっくりって感じ。みんなもでしょ？やばくない？本当に。で、しかもさ、ピアスのやつすごくない？すごくない？すごいと思ったでしょ？すごくない？ピアスのやつ。あれ、リンカ、マジすごすぎて、なんか、本当になんか自分のその発想回路がマジすげえと思って、なんかそのわかる、なんかさ、なんか同じピアスだったらなんかちょっと定番みたいな感じじゃん。だけどそのちょっと遠回しの意味でみたいな、そのなんか花道くんの花で凛花が蝶々にして凛花が泊まりに行くみたいな。すごくない？本当にマジこれ凛花自分でも絶賛してんだよね本当に。すごいと思うんだけど、すごくない？本当に、もう皆さん、本当に応援ありがとうございます。本当に。ごめんなさい、書きながら。本当にありがとうございます。なんか、もうコメント欄とかでも、めっちゃなんか、りんかちゃん頑張れみたいに言われてて、めっちゃ嬉しいし、りんか。なんか嬉しいと思いながら、なんか全部いいねをしたくなっちゃってて、本当にありがとうございます。しかも、なんか歌詞動画とかもなんか作ってくれて、なんかびっくりみたいな。もう本当に、すごいって思って、なんかもう本当に、なんか言葉に出ないくらいもう本当に感謝してます。ありがとうございます。で、しかも、彼氏、念願の彼氏じゃん。だからさ、絶対いろんなことしたいじゃん、まず。まず絶対にしたいのは、プリクラ撮って、スマホケースの裏に挟むのと。で、そっから、なんか、まあ、着物デートとか行っちゃったり、ユニバーとか行って。しかも大阪だよ。遠くない？まあ、そこ置いといて、大阪でそのユニバー行って、まあ、まずディズニー行って、みたいな。で、恐るコーデとかしちゃって、みたいな。マジ楽しみなんだけど、本当に。ウキウキしてきた、普通に。皆さん、これからも、リンカらしく頑張っていくので、応援よろしくお願いします。で、見て、これ、なんか、こことここ、取れちゃって、この間。で、だから、ここ、ネイルさんにやってもらったんだけど、ここ自分でやったの。で、めっちゃガタガタ。で、色も違うの。でも、さんま開かなくない？みたいな。バイバーイ。